シリーズ1シリーズ2シリーズ3シリーズ4スパイダーはイタリアの自動車メーカーアルファロメオが1966年から製造している2ドアオープンカーである1993年までのモデルはアルファロメオジュリアのシャシーを用いた独自のデザインのモデルであったがその後のモデルはアルファロメオ GTV アルファロメオブレラのルーフを切り取ったオープン版でキャビン以外は ベース車とほぼ共通設計である。各車とも、カロッツェリアピニンファリーナの車体製造となっている。ボートテール時代、編集アルファロメオジュリアのオープンモデルとして、ジュリアスプリント GTV の 1570cc109 馬力エンジンを、与えられて1966年のジュネーブ自動車賞でデビュー、ジュリアの名は与えられず、アルファロメオ1600スパイダーデュエットと命名された。デザインは、 先代のアルファロメオジュリエッタスパイダー同様、カロッツェリアピニンファリーナであったが、息子のセルジオに後を譲る直前のバッティスタファリーナが手掛けた最後のプロジェクトであった。実際、デュエットのデザインの源流は1959年のプロトタイプ3500スパイダースーペルスポルト、1961年のジュリエッタ SS スパイダースペチアーレアエロディナミーコまで遡ることができる。 1967年にはベースが1750に変わり 1779cc118 馬力エンジンとなって1750スパイダーベルオチェに改称された。1968年には GT1300Jr. と同じ 1290cc89 馬力のスパイダー 1300Jr. が追加された。1750とはヘッドライトのアクリル製カバーや オイールキャップがないことで識別される。このモデルは1967年の映画、卒業の主人公の愛車として使われ、映画のヒットと共に広く知られることとなった。カムテール時代、編集1970年には大幅なマイナーチェンジを受けた。最大の変化は、テールが下がった従来のボートテールから直線的なカムテールになったことであり、トランクスペースが拡大した。 また、フロント周りのデザイン変更、より直立した大型のウィンドウスクリーン、吊り下げ式のペダル、クラッシュパッドが入った新しいダッシュボードなども与えられた。1971年には1750が 1962CC の2000に発展したことを受けて、2000スパイダーベローチェが1750に変わって登場した。翌1972年には1300と2000の 中間車種として 1600cc 版がスパイダー 1600Jr. として1300と同じ簡素な外装で再登場した。1974年には一時的にルーフの一部のみが脱着式のスパイダータルガが2000大弱生産された。1300は1974年に、2000は1975年に小さなリアシートが追加されてにプラス2化された。 1300は1977年に生産中、予された。また、1974年以降の台米輸出者には、大きなゴム製の衝撃吸収バンパーが装備された。また当時の技術水準による排気ガス対策により、性能が大幅に低下した。当時の日本へも、この仕様が輸入された。1980年代、編集1983年。 スパイダーには13年ぶりの大きなマイナーチェンジが施された。フロントグリルと一体化した大型バンパー、リアスポイラーと一体化した大型リアバンパー、大きなテールランプ、一新されたダッシュボードなどが装備された。車名はアルファロメオスパイダーに単純化された。エンジンは 1570cc104 馬力と 1962cc128 馬力の2種類があった。 1986年には流行のエアロパーツを装備し、1962cc132 馬力に強化されたクワドリフォリオベルデとシンプルなグラジュエートにグレードが分けられた。シリーズ3から本革シートやエアコンも装備可能となり、すでにスポーツカーとしてはエンジン車シートも自由に遅れていたことから、雰囲気とスタイルを楽しむパーソナルカーとしての性格が、 強まっていく。最終型、編集1990年には、最後の大変更を受けた。従来の台米輸出者に加え、本国向けに燃料噴射エンジンが与えられた。ノーズとテールを中心に、スタイリングは改められ、特に、テールデザインは、ヒット作となっていた中型サルーム164と、共通のイメージとなった。ダッシュボードは、豪華3速オートマチックも、 選択可能となった。エンジンは 1962cc126 馬力のみとなり、グレードは基本モデルのスパイダーと軽合金ホイールや本革シートエアコンが与えられた上級版スパイダーベローチェの2種があった。1993年をもって27年間続いた初代モデルは生産を終了した。2代目詳細はアルファロメオ GTV を 参照形式名916。デザインと、車体製造はピニンファリーナで、当時の開発責任者、エンリコフミアの作品である。プラットフォームは、フィアットティーポ等と同じ、ティーポ2となり、横置きエンジンの前輪駆動車となった。三代目詳細は、アルファロメオブレラを、参照形式名939。GTV のモデルチェンジに伴い、スパイダーも変更された。ブレラは、 ジョルジェット、ジュージアーロのデザインであるが、オープンモデル化は、アルファロメオとピニンファリーナの共同作業で行われ、生産は引き続き、ピニンファリーナが担当する。V6 エンジン車には、Q4 と呼ばれる、フルタイム4輪駆動システムが与えられ、本国では、ディーゼルエンジン車も存在する。詳細は、アルファロメオ日本におけるアルファロメオを参照、伊藤中央と、日英自動車、大沢商会から、 現在のアルファロメオジャパンに至る各社が継続的に輸入販売を行っている。1980年代半ば、一時的に輸入代理店がなくなり、並行輸入が行われていた。ありがとうございます。